ヤクルト VS 巨人もめちゃくちゃ。なんやねんこれ。夏の風物詩、神宮花火大会。まだ4回。これくらいの方が見てておもろいやろ。ドッカンドッカン。毎年夏に花火大会しよるなこいつら。もうわい疲れたよ。休み前の張り切るサラリーマンみたいなもんや。両方ピッチャーオーラになるで。やっぱ神宮って欠陥だわ。うん、この欠陥球場面白そうな試合やってんじゃねえか。まだ5回と格差。明日仕事のやつ。巨人が逆転してすげえなと思ってたのにまだ続きやんのかよ。2015くらいやってほしい。2時間かかってやっと5回に入るのか。この暑いのにようやるな。なんやこの試合、現地楽しそうでええな。何やってんだこいつら。これどう考えても巨人が通したらんよな。酒飲んでみるのにすごい良さそう。高校野球のスコアやんけ。5回で8、1-0は草南島でやんねん。こういうバカ試合はビールがめちゃくちゃ売れそうやね。こういう飛球場行けたやつお得よな。それがドッカンバトルですか。このカードって定期的に花火大会やってない？こいつら点取ればいいと思ってそう。夏といえば花火大会やもんな。こういうのでいいんだよ。ヒンダ戦つまらんねん。投手もう6人目で草。投手残り3人しかいなくて草。